峠コンパクトから始まった峠最強伝説予選もついにパワー無制限の峠マックス。今回は旧世代の FR ターボに新世代 4WD スポーツたちが挑む展開。峠の常連チューナーたちが作った峠モンスターたちは仙台ハイランドでどんなポテンシャルを見せてくれるのか。エントリー4は峠マックスの常連チューナー小林真一入魂の R35 が登場。エンジンのパワー上げてきました。150馬力ぐらいは上がってるんで、まあパワーはいいかな。まあ、あんまり多くしたらいつもろくなことないんで、謙虚にこそこそと狙いたいと思います。さあそれでは630馬力いってみたいと思います。 MCR R35GTR、 それでは土屋さんお願いします。ついに禁断のブーストアップを果たした MCR。 まだ全開じゃなくても、よこれ、おーしなやか。ギャップの吸収も文句なし、コーナーもめちゃめちゃ速そう。区間ベストを狙っていこうかな。これ安いわ。減速区間のつづら折りではどうか。1740キロの巨体なのにグイグイと曲がってる。タイムは19秒905でトップタイムをマーク。いやでもいい車だな、すげえいい車。Vスペやったら面白いだろうね。続いて谷口。ギャップの収縮いいな。問題はやっぱりこの車重だけだな。横に使っちゃうとやっぱりオーバーステが出ちゃうから、しっかり止めてしっかり曲げるがいいな。軍曹 MK、 とにかく回答性重視の MCR。 ハイランドではオーバーだが、これは予定通り。折り戸の評価も、こういう高速も本当にフロントに荷重を残して切っていくとちょっとオーバーステアがね。